い、もう2人はい、2人とも頭がぐちゃぐちゃぺったんこのおばさん2人なんですけれども、ね、今日はですね、年末にいただいたリクエストで美容院エクステのサロンマネキュアのなんか美容情報についてリクエストをいただきまして、うん、でそういえば美容系のあのリクエスト割といっぱいいただいてたんですけど、そうでも私何使ってるんですかとかいろいろあのご質問いただいたんですけど、もう私なんかそういうこと言える身分じゃないので、もう普通コロコロ変わるしっていうか、もう今これ皆さん騙されちゃダメですよ、フィルターついてますからね、はい、うん、あの実物はもっとフリターついててもシワが隠せなくなったけどね。そう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 。これからですね、おばさん二人で美容院行きます。同じ美容院ね。そうです。遠足遠足。そう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 。なんで今日二人ともボサボサなのね。うん。これから行きます。雨降っちゃったし、雨女。まあ、その前にお昼をね食べてから行きます。今日はこちらのサンラザール駅にある。ラザールというですね、本当にあの駅にあります、ランチしてから美容院ってさ、最高じゃない？寝ちゃうんじゃない？寝ちゃう。はい、というわけでサンラザール駅のラザールというですね、エリック・フレションさんのセカンドのブラスリーに来てるんですけど、ここのねバゲットバターハムだけのパリジャンサンド、めちゃめちゃ美味しいの。聞いてなかったね。聞いてない、うん、そうそうそう、普通のサンドイッチがめちゃめちゃ美味しいのよ、ここの。だけどソシスピュレかだね。でもムールとかもあんだよね。美味しそう。これどうやって食べるの？あ、タルタル超美味しそう。美味しそう。タルタルも入ってますけど。あ、美味しそう。これでもさ、本当持って帰れるよね、パン。嬉しいじゃんね。美味しいのよ、ここのパン。またこの肉汁最高。ここまっすぐ行くとオペラ座のデパート街プランタンがすぐそこね。ということでこの辺りね、結構あんまり美味しいお店がないのね。この近くにある病院に行くんですけど、アミコお母さんと一緒にご飯食べてきました。それも本当今ハゲ対策ばっかり、ハゲと白髪の対策ばっかり考えています。全然ありますよ。これいつもだってさ、そうフランスの近くにある美容院、そう先生行ってる、普通にいいおばさんなんだけど、もうすぐダメって言うから、今日これぐらいに切ろうと思ってダメみたいな。ダメって。とりあえず短くしたいんです。私の中でボブの怖いのは、出産前にボブにしてちびまる子ちゃんみたいになったの。本当のね、本当にちびまる子だったね。本当にちびまる子、前髪こうなってこうなっちゃったの。あと前髪があったんです。前髪があったの、ちょっと面白いと思った、うん、面白かった。ちょっと思ってないですよ。国際でね、一応外で見えたから、うん、やっぱね、次のカラーを試したいわ。ね、ようこさん自分でやってるんですか？そう、自分で。上手だよ。上手だよ。スーパーイモノプリで売ってるやつと。今まではさ、うん、ピンセットがもう、でもそれもだんだん見えなくなってきたじゃないですか。そうなの。ね、そう、でこうやってたまにこうさ、こうめくると抜いてるだけじゃ追いつかなくなってきて、行ってました病院、うん、病院だからこの2年間行ってなかった。あ、そうですね。そう、あ、でも確かによく自分で切ってた、自分で切ってた、2年間自分で切ってました。でもすごいワンスタッフいる。3S がね、うん、シミシワシラがね、シミシワシラがってなわけで、ほらリクエストもらったじゃない、うん、パリの病院、うん、ネイルエクステ、うん、についてご質問、リクエストあったんですけど、私も日本の美容院のこの至れり尽くせりじゃないですよ。ないですね。1回だけフランス人に切ってもらって、うん、1回しかないね。もうトラウマ。私日本人で切ってもらった方が珍しい。本当に、うん、絶対だってこけしになって出てくるじゃん。で髪の毛洗ってさ、濡れてるとなんか、あー光ってるみたいな、何この髪の毛みたいな、ね、アジア人の髪質知らないから、病院の人でほら子供産んだ時にさ、蒙古斑があって大騒ぎで病院中集まってくるみたいな。あるあ、何これ本当ですか？蒙古斑知らないからね。これ噂の蒙古斑、それは聞いたことありました、うん、バリカン、あ、そう、バリカンだけでやるところもある。競技持ってきてバリカン。私今これ座り方合ってますか？ああ、もう好きなように座ってます。大丈夫なんですか？はい、おかしいな、おかしいんだったら私の座高が低いだけだから。大学の果てに立てって言われる。でもさ、日本人のすごい上手な美容師さん見つけても帰っちゃうのよ。そうだね、お家に来てくれる人ね、うん、あの上手な人何人かお願いしてやったと思ったら帰っちゃうのよ。しばらくだから砂漠の時期はすごい、日本で切るみたいな、こっちでもう切らない。そうそう、松エクサロン、日本は結構いっぱいあるじゃない？でもフランスも増えたよね。フランスも増えたけど、増えたね、南仏、南に行くと多いの。カリフォルニアみたいな人たちもいるかな。
そうね、若い人が南仏とか行くとみんなエクステだったりする、うん、パリは見ないよね、あんまりね、エクステ ね、 そういうバカンスピーポーみたいな、バカンスピーポーのちょっとね、南仏のなんかカリフォルニアみたいな人たちは、うん、そう、通じてよかったけど、うん、分かる分かるね、そうそう、メッシュとか入れてるね、そうそう、すごいなんか普通の、例えば主婦で普通の主婦で松役やってる人は私ぐらい、かわいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、うん、いい、いい、似合う、似合う、あのボリュームがあった方がいい、うん、そうね、うん、そうじゃないと、うん、結構小柄で、うん、やばいでしょ、こうあの、うん、こけてるから、そうだから、まあ、選んでくれたてるわけじゃないんですけど、こけてるんですよ、すごくちっちゃいから、うんうん、華やかさを出した方が多分ほらね、でしょ、まあ、だからある程度細すぎてね、あのね、証明写真撮る時にね、綿詰めてたの、額に詰めるのはあるじゃん、ほら遺体に詰めた、遺就職活動かな、あれは。そうそう、言ってた、言ってた。そう、でね。ね、ちょっと字が大きくない？そう、言って読めないのも、こういうのもさ、すごい大きいでしょ。で、だからエクステサロンは日本ほどはございませんっていうのと、でもギャルたちが行くもん、ね、ギャルたちが行くっていう感じ。あと、うん、毛が伸びない感じの縮れ毛の人がエクステで伸ばすじゃん。うん、あのおしゃれっていうより。あ、エクステって髪の毛、それは。あ、何の話？あ、そうか。松江君のこと、ごめんごめん。松江君、松江君。ごめん、私がごめん。盛り上がってた。僕途中まで会ってた、二人。日本ってさ、なぜかない。ないよね。いないよね。普通サロンもあんまりないじゃん。結婚式だからやるとか。うんうん。マスカラだけでなんとかなるじゃん、ね、みんな。私、松江区してるんだけど、一旦、うん、松江区とかやっちゃうとさ、うん、亡くなった時の自分がさ、ジェンダーレスなのよね。全然面白いです。ね、おじさんだかおばさんだかわからないんだ。でも現代的じゃん。朝起きるとお父さんに似てる、お父さんに似てる、いや私もそう、本当ジェンダーレス、ジェンダーレス、飾ってるものを取るとそうそう、もうジェンダーレスなお年頃なんだ、化粧落とすとジェンダーレスなもうお年頃、うん、年だよね、うん、年そう、ね、そうだからね、もう松江区してないとなんか恐ろしくって、松江区サロンはそんなにないと、うん、でもネイルサロンは増えた、ネイルサロン増えた、ね、ピンからキリまで増えた、ピンからキリまで増えた、マッシュボディみたいなところの、うん、もう爪1枚みたいな値段のとこもあれば、うん、この駅ビルの中のみたいなのあるよ ね、 ね、でも大体アジアのお姉ちゃんが上手にやる、よ上手にやるよね、こっちのさ、うん、ま、あのネイルサロンってさ、うん、招き猫いるよね絶対ねあ、そういうのもある、そう、フランスの同い年ぐらいのマダムたちは、同じ庶民たちはネイルサロンってあんま行かない、だそれこそ本当に結婚式、結婚式の時とか、あとバカンス前、バカンス前に足ね、うん、サンダル履くからっていうぐらいで、でネイルサロンも日本の方でやってない、うん、やってない、やってない、ジェルネイルはないよね、そうあんまり、今でもなんか増えてきた、増えてきた、増えてきたけど、ここ何年、ここ何年、本当、うん、そんなわけで、うん、フランス人ママとの15人のビューティールーティーン、それすごい聞きたい私は、うん、聞いたんだけど、まあ、平均年齢大体同い年ぐらい、うん、1人だけ30代がいて、若い人が、そうそうそう、うん、朝のルーチン、あー、まあね、お母さんみんな、お母さんみんな、はい、みんなお母さん、うん、意外だったのがほぼ全員ちゃんと洗顔してました、あーそう、拭きじゃなくて、拭きじゃなくて洗ってた、うん、両方に聞かれたからじゃないかな、いやーそうかなで大体ほとんどの人が洗顔、セラム、クリームなんだけど、化粧水ないで、洗顔とセラムだけって人もいれば、洗顔とクリームだけで、一番の強者はセラム4種類を交互に使う、本気じゃん、本気だよね、彼女だけね、本気だろ、でも彼女はね、あの業界の、そういう業界の人もいろいろ持ってるから使う、そうそうそう、保湿クリームとローズオイルも彼女はつける、クリームじゃなくてオイルって人も結構多いね、最近よく売ってるからね、あのアロマゾーンとかでさあるじゃん、自分で化粧品作るんですごい人気な、ああもう知ってるかも、うん、来たから、うん、めっちゃ可愛い、ね、お人形さんみたい、ね、だよね、なんかね、うん、マダムよ、ジオジンマルコではないわね、うん、もうおばさんと呼べないわ、うん、こんなことしてくれるんだ、タオル渡されたりするから、うんうん、あとドライヤーを顔にかけられる、ああやられる、あれ、いいじゃんみーマダム、どうする、ごめんね、お時間をいただきまして、皆さんほら喋り方もおばさんあんまりちゃんと見えてないけどね今まで、あ、自分じゃないみたい、こういう人後ろから見たことあるけど、すごい、いやちょっとなんか短くしようかなと思ってみたい、うん、短いってここまでじゃないけど、うん、そういい感じよね、じゃあボリュームもいい感じだけど、まあ、選定してください、うん、そうで、ね、お母さんたちにインタビューしたら、うん、自分で切ってるって人結構いたわ、あそう、うん、1年に1回とかこれ伸びてきたりしてもボサボサ感がないのかもね、完璧は求めないんだ、求めないね、うん、でも一人だけ、うん、彼女はね、あの PR みたいな仕事してるちょっとかっこいいお母さん、見た目を気にして、そ
そう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 。ただね、彼女は一人だけ前髪自分で切れないから前髪切りに定期的に行くって言ってた。てかね、ナチュラルな感じ。お化粧はみんなめちゃめちゃナチュラルね。そうそう。うん。逆になんかみんなしてないのかなと思ったら、してない、意外としててみんなびっくりしちゃった。メイクをしてるんだ。そうそうそう。しなくていいならしなくていい。そう、しなくていいからさ、私なんかだって夜会メイクでパン買いに行くからね。眉毛だけは描きたいわ。眉毛も全部ジェンダーレスだと思う。ジェンダーレスだからフルメイクで出かけないと。だからさ、マスクの時よかったね。なんかそれでもちゃんとメイクしてたよね。目だけね。そのお母さんは、私はこれを見せたいです。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 私はこれを見せたまあでもなんかね、お母さん普通の人だったね。じゃあいい人ぶりにはいいかな。うん、うん、まあでもこれで実際本当にちょっと足しになるんだったらね、いい、私もやろうかな。何やめか、日本に、日本のおばあちゃんに会いに行きたいですって言って、言ってること一緒だよ、ね、言ってること一緒だよ。帰らないもんだって。そりゃそうだ、高すぎて。やるか、やるか。おにぎりに配る。おにぎり、おにぎり。本当でも確かに乾杯必要だよね。そうだよ、乾杯必要だよ。今、うん、無理だよ。そのさ、なんか一人、そうそう、ね、結構あのかっこいい、うん、でね、彼女はね、血色気にするね。あ、日本と違って色白嫌がるから、うん、こう日焼けしたさ、ブロンゾンとかさ、ね、彼女はコーダリーが好きですよね。コーダリー で、 でなんか、ね、コーダリーのセラムに、うん、あのセルフタンっていう色がつくのをつけてんだって毎朝。それは冬でも、冬でも、あ、夏になってから一生懸命やる人いるじゃん、足とかでさ、うん、そう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 、自分で焼けてくやつ。だから冬こそ日焼けしないから血色悪いから青白くならない。そう、青白くならないように。ボンミンです。ボンミンだよ、こっちのさ、フランス人の、あの、ボンミン大好き、ね、ボンミンの大好きでね。もうな、もうブンビンヌって書けば絶対売れるじゃん。日本だとさ、顔色いいって。そう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 。日本だと美白って言ったら売れるけど、そうだ、ブンビンって言ったら売れる。フランスはブンビンって言ったら売れる。だから彼女はそれでセラムにブロンズのをつけて、その後こうブロンズパウダーをこう塗るって。あとあの、なんだっけ、コンシーラーだね。あんまりね、みんなファンデーションつけないで、化粧する時もベビークリーム、CC クリーム、もしくはコンシーラーだけで、ブロンゾーンのパウダー、どこも出してそう。だからね、あんまりだからつけないね、みんな。うん、一人だけ直しって文化ないでしょ。ない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 。持ち歩かない、持ち歩かない、持ち歩かない。だからマスカラさーってつけて、口紅はあの夜友達と出かけるときだけとかでね。人気なのが結構みんな使ってるのは、ビオデルマ、うん、ビオデルマでしょ、ビオデルマ、絶対ビオデルマ、アベンヌ、アベンヌ多かったね。アベンヌも絶対そう。アベンヌ、コーダリー、ラゴシュポゼ、ラゴシュポゼです、うんうんうん、結構多かったね、うん、あとなんかみんな必ずね、うん、ビオ の、 あのソービオとか、うん、ジョンザックとか、うん、だからなんかその、ね、顔の洗顔とかメイク落としとか、薬局にざっと並んで、そう、今さ、だってさ、オーガニックスーパーでも売ってるじゃん。売ってる。だからなんかね、何が今フランスで一番上がってるか、うん、てかフランスだけじゃないんだけど、これね、ちゃんと調べましたよ、私。どういうことですか？なんかイギリスのね、コスメティカイっていうところのプラットフォームによると、2022年、あの、植物性でサステナブルな原料を使ったコスメへと世界は移行したって言ってるらしく、うん、フランスで、そうそうそう、売れない、売れない。フランスで一番人気のコスメブランドは、イブロシェ。うんね、お求めやすくてね。お求めやすい、安いよね。日本にも進出しました。あ、したんだ。しし、ついに。松木屋で買えました。松木屋で買えるの？そうなんです。だからお土産にしてたんですけどね、今まで。あら、まあ。そうなんです、ね。え、どこでも買えるの？どこでも買えるらしいです。あら、残念。オンラインもあります。あら、残念。そう、ブルターニュの ね、小さな村で、あそこ私村行ったよ。あ、そうなんだ。うん、すごい綺麗な村。すっごいさ、フランスどこにでもあるよね。うん。私はあそこのね。うん、あのメイク落とし使ってる。このくらいがこの間やった感じですかね、はい、で前髪の長さは今切ってないんですけど、はい、電話で見てるお母さんぐらいだったんですけど、去年一番ネットでバズったブランド。あの、ね、成分が20以上使わない、材料が20以上ない、クリームとかじゃないの、じゃない、あれ違う、あれはバズってないの、うん、あれも分かんないけど、割とすごかったね、あれの質、うんうんうん、ティポロジーっていうところ。あ、でも一回も買ってない、うん、でもね、使っ
ってる人いたけどいいって言ってたよ。なんかセラジオージナリーを買いすぎて、それを手出せないぐらい。あ、分かる。確かに確かに。てかね、私分かったの。うん、分かる。二二つ以上使えないの。うん、分かる。いやもうね、顔洗ってなんかつけてなんかつけてって二つ以上つけられない。両方言ってたあの石鹸はいいよね。あの石鹸、そう。インカーナの人はあれかもしれないけどね。そうそうそう。ポルジーはどこですか。チプロジーフランスで、パリの11区のラボで製品開発してる。そう、エコロジーでさ、サステナブルでさ、そう、好きね、植物性でさ、あれもそうだよね、ホーゼもそうだよ、ね、ラホゼ、そう、ラホゼもフランスだし、そう、薬剤師さんがデパートとかにあるけど、そうそう、デパートにも入ってるんだね。ラホゼは可愛いよね。可愛い、私あれはすごい好き。デオドモンとかもさ、そうそうそう、パッケージも可愛いし、日焼けのあのオイルとか超良かったよ。でもそういうメイドインフランスのコスメは私好きだな、買いたいなと思うね、うん、マニキュアリストもあるフランスだね、まあ、そうそうそう、そうで、マニキュア聞いたらネイルサロンやっぱりその意識高いさ、その PR のやってるエミリーは一人だけ月に1回ぐらいセミペアマの、うん、意識高い、ね、意識高い、うん、意識高い、やっぱりほら PR だから。逆の偏見、すごい PR 言ってます、逆の偏見の PR みたいな世界違うのよ。だそれこそほら、だってエミリーインパリスの世界じゃん。そうか、そうか、ああいう人たちがいるのよ、本当に。それは寝るぐらいしますわね、うん、なんかね、アレルギーだっていうお母さんいて、だからマニキュリストだって。マニキュリスト平気だって、うん、マニキュリスト、まあ、植物性、ね、マニキュリストという、はい、お母さん。でもこれ落ちないよね、うん、セルフジェルネイルの植物性のお売りにしてるやつ、うん、日本でも出ました。あ、日本でも出たんだ。けどまだそんなに出ませない、うん、あ、マニフ、え、今日もやってんの？でもやってる。だから安に潜伏が仕方のかな。ああ。言ってる時間に来てなかったよ。あ、来た来た来た。機動隊が、後ろ機動隊が通ってまーす。あ、来た来た。皆さん、あれがデモです。パンダから歩いてるし。パンダ、うん。日本とフランスのそれこそスタイルって違うんですよ。教えてもらったら変わってるから。ああ。なんか結構、毛先をまだストレート残したりする人が結構好きな人が多いの。アジア系って今ここがこう、こういう韓国のね、韓国巻きっていうのね、こういうこうやるの、韓国の女優さんみたいな。へえ。まあ、やっぱフランスだとやっぱなんかちょっとやってます系があんまりない。ない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 。艶とかもあんまり出しすぎないよね。うん。ナチュラル。ちょっと自然な。自然。うん。設定が。設定ねしてもらってるんだけど。よかった。ありがとうございます。プチオソラなんか3、うん、そう3軒ぐらいパリにあるお店です。さっき話したアブリルのお店がオーベールの駅構内にありました。ちょっと覗いてみます。でもあのレアールにも路面店があります。ジェルドゥーシュとか、でもさ、パッケージングもさ、シンプルだけど可愛いよね。ジェルドゥーシュ買ってこっかな。なんかでもイブロシェみたいな値段だね。うん、ソンサボンね。うんうんうん、これ結構あれだよね。おお、なんかお母さんたちもこういうなんかさ、ソンサボンっていうので洗ってるって言ってたね。うんうんうん、やっぱ品数多いね。歯磨き粉さ、泡立つ成分がさ、なんか良くないって聞いたから、私もそれが入ってないやつにしてる。ホワイトニング、いいなこれ。コーヒー中毒だからいいかも。シャーボン入ってる。シャーボン入ってる。ニュクスのさ、ニュクスの代わりにさ、ほらドライオイル。これ試せるよ。これが化粧がいいんですか？化粧がいい。うん、いい匂い。すごいさ、人気だからさ、フランス各地にねお店が、うん、あるんだよ。うん。そうそう、オーガニックのお店で売ってる耳かき。うん、売ってる売ってる。環境保全の意味で。耳かきっていう、なかなかね、そうね、ポトディーにしないようにね。そうだね、マニキュアもちっちゃくていいね、うん、足だけに使いたいとかさ、うん、結構いい、メイクもいっぱいあるね。いいじゃん。最近ちなみに私はメイクはビオレットさんのにハマってるからね。そう、ビオレットポンエフェアというところにハマってます。あ、これこれ、こういうあのハイライト、こういうさ、顔色良くなる系ね。うん、皆さん、なかなかの6ユーロ6ユーロじゃん、これ。これを買って合わせても10.5で、うん、これがなくなったら、そうだね、それだけ買うんだね。じゃあハイブランドの使ってて、使ったら目が腫れちゃって、お岩さんみたいになっちゃったから、それでさ、安いやつ買ったら
キコとかはならないんだよ。高いけりゃいいわけじゃない。じゃないじゃない、ね、うんうん、なんかさ、初めてお化粧を始めるぐらいの世代の子でもね、安心して使えるからね、失敗しても痛くも痒くもない値段だよね。化粧水ね、最近ね、うん、出てきたね。なんかあのブルエのね、ブルエのカモミールかブルエ使ってるお母さんいたな。あさ、リップバームもさ、これオーガニックでさ、3ユーロだよ。お土産にいいよね。クデクラとかさ、こういうのね、こっちの人大好きよね。うん、マスクぐらいしといた方がいいのかな、もう45歳だしね。リフトンだって、リフトン。リフトン必要でしょ。リフトン必要だよね。アルガンオイルとローズ。これさ、サイズがいいんだよね。いい。買ってもさ、なんか使い切らなくて飽きちゃう。としても飽きるんだよ。うん、そうそう。すごいなんかちっちゃくて可愛いからどんどん買っちゃうわ。やばいね。やばいね。これがおすすめ。匂い超いいから買ってください。あ、いい匂い。うん、いい匂い、いい匂い。いい匂い、うん。はい、アミコさんの義理のお姉さん、肌綺麗な人のおすすめだそうです。ね、大好きなお姉さん。結構髪の毛製品多いね。うん。ほら。いいよね、デメロンだけど。デメロンね。幸せな匂い。あー、いい匂い。いい匂い。超いい匂い。固形シャンプー人気ね。人気で使ったことないわ。あ、いや、もう私ダメ、うん。私の髪には、うん、合わないわ。シャンプーかわいいね。かわいいシャンプー。こんなのさ、いろんな色のさ、お風呂場にあったら嬉しいね。うん、はい、というわけで今日はアラフォーパリのビューティー事情でございました。はい、おばさんたち髪の毛切ってね、すっきりしましたということで、また次回。アミかわいい。明るいね。アミかわいい。